払ってあげたいなって思われるような価値のある人になれ。絶対やれないなって思うときはもう。どう？あのさ、理論はさ、女の子がデートのためにいろいろ美容代かかってるからっていうことじゃん。まあ、その理論で言ったらさ、男でかかってる人ももちろんいるし、車とかさ、時計とか、じゃあ今日デートのためにベンツで来ましたって言ったら、じゃあ男にもおごられる権利があるってなっちゃうじゃん。まあ、男が払うのは当たり前じゃん、やっぱり。もちろんそうするんだけど、なんかそういう風に言われるとさ、いくらお金を持ってようが、こいつにはなんかっていうやつもおるわけよ。この人なら払ってあげたいなって思われるような人になれっていう感じじゃない？魅力を感じないよね。お金に支配されてる感じがしちゃうよね。人付き合いって基本すべて助け合いじゃない。だからそんなこと言ってくる人、助け合いはできなそうな感じがするよね。そんなことは結婚しちゃダメですよ。まあ、何を求めるかにもよるけどね。まあね、まあ下心があるからな、おるよな、まずは。もうこれ絶対やれないなって思うときは、もうこれあんま払いたくねえなってなるもんなんですよ。